リベーラは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカド・バルバンサに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は27,699人で、ある。住民故障は、ライビレン、R、または、男女同系のリベーレンセ。カスティーリア語表記はリベラ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.01%。 リベーラは、アコルーニャ県の南西部に位置し、コマルカとバルバンサに属する。北はポルトドソン、東はアポブラドカラミニャルの各自治体と隣接している。リアデムーロスへのイアとリアデアローサを隔てている。バルバンサ半島の突端に位置し、北側はリアデムーロスへのイア側に、東から南はリアデアローサ側に面している。リベーラの大部分はバルバンサ山地にあり、 多くの小川が流れ、無数の小規模ではあるが、渓谷上の地形を形成している。自治体中心地はサンタ・ウシーアでリベーラ教区。リベーラは、リベーラ四方管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。リベーラに限らず、バルバンサ半島には、例えばアシェイトスのドルメンなど、巨石文化の遺跡が数多く残されている。また、カストロ文化時代のカストロも結出している。 沿岸部は9世紀以来バイキングの襲撃にさらされた。16世紀にはペストの流行によって、この地域の人口は激減した。自治体市長は、ガリシア国民党のマヌエル・サントスルイス・リバス。自治体表議員は、ガリシア国民党、13、ガリシア民族主義ブロック、4、ガリシア社会党、3、アイプダー、1となっている。リベーラは9の教区に分けられている。 太とは、自治体中心地のある教区。ありがとうございます。